こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、デラックスエグゼイドライドウォッチです。はい、仮面ライダージオウの第3話に、エグゼイドの北条 M と加賀美ヒーローが登場しましたけども、まだこのね、エグゼイドライドウォッチは出てきてないですけども、今度の日曜日に放送される4話で多分このね、エグゼイドライドウォッチとエグゼイドアーマーがね、出ると思われますね。はい、まだ2016年なんでね、エグゼイドは記憶に新しいところですね。そしてこちらのエグゼイドライドウォッチを時空ドライバーにセットすると、仮面ライダージオエグゼイドアーマーにアーマータイム。はい、このようにね、肩にガシャットがついて、あの胸のところはね、エグゼイドと同じですね。このコントローラーのボタンのようなもので、で、腕には、ガシャコンブレーカーのね、ハンマーがね、両腕についてますね。はい、では、テレビでのね、活躍が楽しみなんですけども、早速ね、開けてみたいと思います。はい、こちらがエグゼイドライドウォッチ。色がもうすごいですね。ゲーマードライバー、色がね、若干暗い感じがしますけども、まあこの色の取り合わせはね、この緑とピンクで同じようなカラーリングとなってますね。はい、で、単品遊びの方は回転させるとエグゼイドの顔になります。はい、では絶縁シートを抜いてボタンを押します。エグゼイド、ゲームの力で戦うドクターライダーはエグゼイドだ。はい、このように、2種類の音声が鳴りますね。はい、それでは軸ドライバーにセットして音声を確認していきたいと思います。まずはジオウとの連動。はい、続きましてゲイツとの連動。
はい、ということで、2015、2016、そして2017とね、先輩後輩ライダーが揃いましたんで、こちらで連動してみたいと思います。はい、ということで今回はデラックスエグゼイドライドウォッチをご紹介しました。はい、エグゼイドもね、仮面ライダージオンに登場してまだ仲間にはなってないですけども、まあ、4話の方でお互いのことが分かってエグゼイドライドウォッチを相互に渡すんじゃないかと思われますけども、まあ今のところエグゼイドチームで出てきているのはね、まあ、まずヒーローが出てきて、で M が出てきて、あと他の人はね、出るんですかね。まあ、キリアとか、クロトとか、まあ、ポッピーもね、まあ、出られるなら出てほしいなと思いますけども。まあ、ビルドの方で、セントとバンジョーしか出てきてないんでね、グリスとか、ローグとかもね、出てきてないんで、ちょっとその辺、この3号ライダーから、あと他の出演者の方がね、出るのかどうかというのはあんまり期待はできないですけども、まあ、若干のね期待は持ちつつ、見ていきたいと思いますね。まあ、タイガとニコのコンビとかもね見たいですけどまあでも久しぶりにねエグゼイドで出た北条 M 先生はね立派な小児科医になっているみたいでね、ちょっと安心しましたけど、まあ、これからどういう風になっていくのか、今度の日曜日の仮面ライダージオンを楽しみにしたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。よろしくお願いします。それではまたねー。